ちゃまくんちチャンネルはちゃまでございます。ということで今日は結構マジなやつです。キッズからの手紙ということで、前回ね、キッズリコちゃん、ちゃまキッズのリコちゃんが教えてくれたこの2トップ 2OMF の監督が強いよということだったんですけど、もう今はねちょっとそのいい監督が出てないんですよ。で今日今週取れる選手監督でめっちゃ強い監督がいるということなので、急遽ね連絡してきてくださって今日取ることになりました。今日取らないともう明日メンテで変わっちゃうかもしれないんで、まあ早めに出したいなということで、今日はみんちゃまお休みです。でそのお手紙を見ていきましょう。お久しぶりです、リコです。寒さは大丈夫ですか？まあちゃまさんはすぐ炎上するので暖かいと思いますが、キッズたちが心配です。さて前回最強監督のお手紙を出させていただいたのですが、今回別の監督を見つけたのでお手紙を送らせていただきました。コンセプトなどは添付してある画像をもとに参考にしてください。ちなみにその監督こそマンマーク必須です。ということで、その内容を、説明していきたいと思います。まずねその監督がジエゴ・バスケスということで、3CF の監督です。で 3CF 今作から3枚 CF にできないんですけど、3枚 CF にするの方が強いんですよ。なのでリコちゃんが編み出したのか分かんないですけど、ここね、ムバッペ本来だったら ST にしたいところのムバッペを CF にして前に上げます。でフェルナンド・トーレスは ST にしてカウンターターゲットをつけることによって CF のような動きにします。で、これ3バックのアンカー、こちら、あ、これちょっとね僕がね好みでガスコン入れちゃったんですけど、これは怒られたのでやめます。そんな謎のレジェンドはいらないということですね。うん。でここ3人でこう守備します。ここで3人で守備しながら、ベッケンバウアーとパウロ・マルディーニ、ここねサイドハーフの攻撃的じゃないサイドハーフがいいそうです。だからアンカーじゃない、ディフェンシブな、サイドバックとかの選手がいいそうです。守備もできて、まあ、ボールも持ててビルドアップできるよみたいな。だこのマルディーニとベッケンバウアー2人で、ビルドアップをしていくそうです。で、ここ3人は、あとはチュンチュンチュン、パス、空いてるところにチュンチュン出して、相手のディフェンスが崩れたら、そこを狙って最後スルーパスっていう感じになるそうです。で、肝なんですけど、コンセプトはね、カウンターロングパス中央フォーメーション重視、フォアチェックサイドアグレッシブで、肝なんですが、ここのね、まずディフェンシブをビエラ CMF です。で、そしてプレイエリア制限をロナウドにつけます。で、カウンターターゲット、ロナウドと、フェルナンド・トーレス、この2人につけるそうですね。でポジション的には言うの忘れてましたけど、ジューベルト・シューバとフランク・ベッケンバーワーが DMF、パトリック・ビエラーが CMF となっております。で、あ、そうで大事なのがマーク設定です。それはねちょっと試合によって相手によって変わってくるので、説明したいと思いますんで、マッチングに行きたいと思います。はい、ということで見てください、レートが1日で100近く上がってます。キッズからの手紙最強監督、しかも今週出てるやつです。勝率 90% 超えぐらいですね。今ね 90% ぐらい勝ってます。もっと勝ってるかな、15試合で2分けとかなんで、あ、もっと勝ってないや全然、あ、もっと勝ってるか、20試合ぐらいかな、忘れちゃったけど、1日でレート100上げる監督です。その監督が明日のメンテで変わるかもしれないので、今日はみんちゃまお休みしてこの動画を撮らせていただいております。ぜひ皆さんも使ってですね勝率ぐんぐん上げちゃってください。で私はね否定派だったマンマーク、この監督から採用しております。マンマークね使ったことないよっていう人のマンマークの付け方講座にもなればと思うんでね、ぜひ見ていってください。74の人が来ました。まあ870とか800とか900の人に勝てればレート1000にはいけます。まあそうだから、この監督を見てね簡単に勝てるよとなればもうぜひやってみてくださいということで、ね、まずこんな感じですね。マンマークの付け方ですけど、まずちょっと待ってね、このままでいいかと。マンマークの付け方ですが、まずは相手2トップがほとんどなので、2トップの場合はサイドバックの左は相手のここで、ここ右ここみたいな感じで、ここもね両サイドでマンマークをつけると。でここ真ん中フリーの状態にします。でどん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 突っ込ませるみたいな感じですね。でパトリック・ビエラでここです、イニエスタで、ここパウロ・マルディーニで、ちょっと相手も変えてきましたけども、ここですね、あ、それかこの場合はボランチだから、そうですね、ここでしましょう。うん。で、ジューベウト・シューバで、ここ
みたいな感じですね。もしくは、パトリック・ビエラをここで、こっちでもいいですかね、うん、でここをフリーにすると。結構ねこれはどこでもいいです。あ、ビエラをね結構真ん中に持ってこさせたいのでここはマンマークにします、うん、これ結構いいかもしれないですね。でこれをやることによって外にいるビエラが中に入ってきてくれるんで結構中から外に絞ってくる動きとかに対応してくれます。でこうよくあるのが攻撃の時にサイドの選手セントラルの人が広がってると 4-3-2-1 とかでもあると思うんですけどセントラルの人が広がってるのをカウンター受ける時にまず中に入れなきゃ中に入れて中に絞るっていう動きをするんですがそれを勝手にやってくれます。でビエラがここ、ま、中入ってくると。でアンカーはフリーに動いてるよっていう感じですね。でベッケンバウアーが、マーク設定でここでベッケンバウアーはこれフリーと。あ、これフリーじゃないですね。ここイニエスタついてるんで。でジルベルトシューバーがフリーでボールを取りに行く。だから中央のジルベルトシューバーとキャンベルはフリーです。で、マーク設定はこの辺りでだいたい 4-3-1 にはこれで OK ですね。はい、ということで見ていきましょう。まあ 3CF 相手は5バックですね。で3トップ 3CF 今後流行る可能性がある 3CF です。まあ、それの対策も考えていきたいということで、まあ、ディフェンシブは、パトリック・ビエラ、マークはね、こんな感じで、両サイド CBO それぞれの2トップの、まあ、選手につけて、そしてビエラをトップ下、もしくは SC の選手で、マルディーニで、まあ、セントラルの選手、そして、ベッケンバウアーで、もう一人の OMF かな CMF かの選手で、この時に大事なのがサイドセンターバック、そして中盤のサイドの選手を中に入ってこさせるようなマークの仕方をするということで。で、逆に、そのセンターラインの、うちのセンターラインの選手、センターバックとか、あとはアンカーの選手は、一切マンマークとかつけずに自由にもう完全に追いかけ回すだけみたいな感じです。だから普通だったらサイドサイドに追いやるっていうのが、まあサッカーゲームというかサッカーで言えばね、当たり前に、やらなきゃいけないこと。まずは中央よりは、サイドに行かせるみたいな。外に押し出すっていうのが考え方としては正しいんですけども、これはマークを設定してフォーメーションがぐっと中に寄る分、中への縦パスをできるだけ長い縦パスを当てさせるっていうのを考えます。なので、どっちかといえば、サイドにいる選手を中央に自分でね、寄せて、中央を固めるっていう守備の仕方に慣れてると思うんですけど、そうじゃなくて、サイドの選手はそのままサイズでいいですと。で、外にパスを出させない。中央に出してください。で、そんな感じで出していくと、意外と空いてそうだなって思ってたところが、結局取るのは四角プレスです。フリーになってるアンカーの選手とセンターバックの選手がどんどん出ていて取りに行くと。で、そこやだなと思って、ツートップとかに当てると、マンマークでガチッとはめられて、まあ、ボールを取られたりとか、前を向けないということで、この試合かなりうまくいってますんで、まあ、こういう感じでやれば、皆さんもね、イメージが湧くかなと思うんでやってみてください。だから相手のフォーメーションによってね、マンマークのつけ方がわからないという人は、サイドの選手からつけていくみたいな、サイドの選手を中の選手につけるみたいなイメージでやってみてください。これね、まあ、攻撃もね、かなり簡単ですよ。ここ人数かけながら真ん中3人いますからね。で、振り向いて、ここ。で、まあ、ここね、ちょっとオーウェンのフィジカルが弱かったんですけど、ロナウドとかだったらシュートまで行ってるでしょ。で、マンマークついてるビエラがこのポジション。で、バランから なんとかシューバーですね、ロナウド。で、ここね、マルディーニまでいるということで。パス取らなかったんですけど、そこもね、使えるよっていうのだけ。で、ここほら、キャンベルがここまで来てんの、四角プレスで。で、なんでかっていうと、他の人たちが、マーク設定してて自分がつかなきゃいけない人っていうのにつくから。でキャンベルがあそこまでクンって言ってバチコンよ。この辺めっちゃ面白いですね、うん、でキャンベルの頑張りに応えるように、バッティングパワーがね決めるぞ。フリーキック、まあ、ここ1個見どころでしたね今ね。ベッケンバウアーのキャインで、ここほらマルディンとかガンガン寄ってくる。でロナウドは湧いちゃってるでしょ。で応援がゲージも完璧だけどキーパーがうますぎた。これ明らかに窒息してる。でここは、行かなくていいです。でなんでかっていうと、今みたいなところでセンターバックかわされたら一人かセンターバックガッていってかわされたら難しい。でそういう時にかわされても追いつけるところに、まあ、ベッケンなり中盤の選手カーソル当てれたら四角プレスを押すという感じ。
で四角プレス押してマンマークなので、これ結構ね意外と知られてないんですけど、マンマークあそこでね結構あの AI に守備させてもいい動きをするんですよ。だから普通に何て言うんだろうな、四角プレスを使った AI でもマンマークの効果が出てるっていうのが分かるかなと。でほらサイドだとじゃシューベルト・シューバーがここまで上がってきてボールを刈り取りに来てると。でここをこうなんとかね防げたとしても、まあ、2トップにはマンマークがついてるし、真ん中 ST には、キャンベルがキャインだよと。でこの辺はねキャンベルやっぱね、あの3バックの真ん中は足速い人がいいですね。でまあ相手のフォーメーションが5バックだからっていうのもあって、この辺のビルドアップは簡単ですね。中に2人いると。でマルディニがここにいると。今ね中に入れてもいいし、こ こういう感じでクロスを選択してもいいから。でここでのほらね、ここ見ていく、これでここ四角プレスをして、でこうやってね、うん、これベッケンバウアーで、だからあのベッケンバウアーとか中盤の選手で今みたいなところセンターバックマンマークをつけてる両サイドのセンターバックはボールを取る係ではないです。たあの体をぶつけて相手にこう前を向かせないとか、もしくは、さっきみたいにね2列目の人にパス交換をさせるまでやると。2トップに何か自由させないと。でその後は中盤の選手で下げてパスカットするみたいな感じですね。今のところ僕ね全然ポゼッションしてないのに、本当にね相手がもうなんて言うんだろう、マンマークで、まあ、パスの出しどころがないからっていうので縦パス急ぎまくってますよね。でマルディーニここ使ってるんですけど、本当はねアラバとかそういうボールがもうちょっとこねれる人がいいかなと。今のもねいいマンマークの取り方でも切れて潰すしかない。でここね、この素晴らしい、この素晴らしさ、こういうフィジカルの強いフォワードはいい感じであそこ前向きますね。でジューベルトシューバーここまで上がっちゃってきてるからね。でダメでもほら見てキャンベルがグーンつって、でキャンベルがグーンって言ってパスを出させたら、ここ2対2で足でね競り勝てるセンターバックバランとか、あとちょっとここちょっと怪しかったけどね、バランとかクリバリとか、あのスピード自慢でフィジカルが強いそういうセンターバックを用意してください。だからねファンダイクとかちょっと違うかも。うん、あのあそこはもう完全にキャンベルを突っ込ませることで、ね、魚雷みたいにパスを出させて、そこから用意どんで追っかけっこする。そういう作戦、攻め方をやるんですね。でこういう時、今はちょっとね、危なかったんで、一人カーソル当てて、マイナスの動き、裏ケアの動きをしましたね。ここマルディーニが中入ってきて、うまくね、いきそうだったけど、相手はかなりテンパってるでしょ。ビルドアップからもうむちゃくちゃ、なんていうの、ミスしまくってて、もういかにね、相手からしたら嫌な守備ができてるか。しかも、ほぼほぼ、ただ四角プレスをしてるだけみたいな。でも切れて潰すしかないみたいな感じの状況になってますね。で今ねあのこれは攻撃って、正直ねこの監督は攻撃がめちゃめちゃ強い監督ではないです。2トップ 2OMF の方が強い、あの攻撃に関しては守備が強すぎるんで、相手がねめちゃめちゃミスをしだすんですよ、ビルドアップとか。だからショートカウンターすごいできてたでしょ。ただチェフがねあの頑張って防ぎまくってたんで、まあ、こんだけ攻めてもまだ見て、ここね1人当てて横パスしかない。キャンベルここちょっと怪しかったよね。まあでも、まあ、事故みたいなもんなんで、まあ、しっかりディフェンスがあのボールにね足を引っ掛けれてたらマイボールになってたかなと。でこの辺も人数がいるんでね、ビルドアップができます。でもこの状態見て、あそこに人数がいっぱいだから、ビルドアップで相手のね中盤が全部突っ込んできて全部剥がしたでしょ。だから 3CF と相手のセンターバック最終ラインの人しかいなくて、そのサンドイッチする守備ができないから、横の関係のワンツーで抜けちゃう。それがね一番やりたいこと、まあ、それはもうどのフォーメーションでもそうです。どのフォーメーションでも相手の中盤を全部剥がし切ったらめちゃくちゃ簡単に攻められるよっていうのは、分かってると思うので、あとワンツーとかするだけで、またムービングとかね、あの体いあのどあの背負ったドリブルで体入れ替えたりね。ジューベルト・チューバーこんにちは。結構ねあのアンカーは一番いた方がいいかなって気がしますね。どうですか、スタッツ見てください。ほら 66% で 10-7 です。でこっちはタックル1、あっちはタックル3。なんであっちがタックル3かっていうと、もうこれが超縦パス攻撃カウンター早い、なんて言うんだろうな、確
率の低い運ゲーとまではいかないけど用意ドンみたいな感じでイケイケな攻撃をしてるからです。でイケイケな攻撃をすると相手からしたら何回も殴られてるような感じになるんで怖くなってね、早くねこの低い自分たちの陣地から抜け出したいと思ってロングの縦パスを狙うようになります。そしたらマンマーク、そしてキャンベルとセンターラインのね、あの四角プレスグイーンおじさんたちが生きてくると。で今のももうあの行かないです、外には行かずに、ジューベルトシューバーだけを自分で動かして次はどこにボールが来るかなっていうのを予想しながらプレーするってだけですね。だからまあサイドの攻撃は完全にマンマークに、あサイドの守備ですね、マンマークに任せてると。でマルディーニここいるのね、ありがたいですね。で中が空いて縦入れる、で中向けなかったけど向いてマルディーニも空いてたしね、うん、で相手がほらもう縦パスばっか狙ってビルドアップができないよっていう状況になって、ここで孤立しちゃうと結構きつかったんで、やっぱりもうちょっとドリブルできる人がいればなんか変わったのかなっていう気もしましたね。だからマルディーニは結構守備重視だけど、アルバとかやっぱねロベカルとかでもいいかもね、まあロベカル使うぐらいだったらネイマールとかでもいいのかなっていう気もするけど、守備力がね、守備が守備しない人でもいいのかなって気もするけど、今のもね四角プレスでマンマークなんで取ってくれました。ここね1枚剥がしてみたいな狙いをどんどんしてここね、もうやっぱどもうさパスコースにグング入っちゃったこの今の攻撃はちょっときつい、中盤から人数上げてみたいな、そしたらねあの縦パスぐんぐん作戦が通用しないんでなかなか難しい。でここまで深いところまで行かれたけど、まあ、あのマンマークでね、人数がいたんでなんとかできたっていう感じですね。で相手が攻撃に人数かけた分、守備の枚数が少ないんで簡単にここまで行きますよね。だから頑張ってしのげばチャンス来るんだってことで、日和らずにね焦らずに今みたいに中盤剥がされてもこれをね防げたらなんとかなるっていう気持ちで頑張って耐え、その後に絶対攻撃チャンス来るんだ。でトーレスがいいですねこの辺ね、ボール持って中まで深いところで、ここはねほら行くでしょ。でここはちょっとなんていうの、陣形がイレギュラーだったのでビエラにカーソル当てて中剥がしていきました。ただあれは本当はやる必要ないです。あの中盤の4-3-1だったセントラルの人をこうやって中に入れたりとかすると思うけど、そういうことは一切やらなくていいです。もう勝手にやってくれるんで。でもバランガ君、キャンベルガ君気持ちよくないですか。もう完全になんかまあ僕ねあのそのなんていうの、戦術がピタッとはまって相手に何もさせないことを窒息させるっていうんですけど、まあ完全にそんな感じじゃないですか。相手がもうねアップアップして水中でサッカーしてるかのような、息ができない、自由にするそのシーンが全くないので、もうテンパりまくってるというかどうしようもないって感じですね。もうね ここの横パスがちょっときついんです。で縦パス入れさせて、これ全然前向かせないでしょ。なんとかこう入れ替わってね、かっさらいかっさらいというか事故っぽい感じで前向くことはできるけど、なかなか難しい、普通にしてた。でも簡単にさチュンチュンチュンでパスコースいったらもうね、あと1本通ればキーパーと1対1みたいな状況いくらでも作れる。ここからパスで後半からゲージをちゃんと確認して、めっちゃ簡単にね、ボール取ってから3本ぐらいのパスでもうゴール前でキーパーと1対1になる。でやっぱ気をつけなきゃいけないのは、相手のマンマークをねつけるときに気をつけなきゃいけないのは、相手がねマンマークを外すためにこう右と左を入れ替えたりとかするんですよ。そしたらこっちはマークついてたやつがこう入れ替わっちゃうから、こいつらがこうクロスしたりして移動する距離が長くなる分対応が遅くなったりとか、もしくは変なところに、変ななんかサイドバックの人にずっとついちゃったりとかするんで、相手が、タイムに入るたびに、じゃあ自分もタイムに入って、あの、ま、俺がマーク設定したやつが変なとこ行ってないかなっていうのを確認しなければならないです。77分ですね、4-0。レートこの人は800ぐらいだったかな、800か700ぐらいだったんで、まあこのクラスの人にここまで何もやらせないっていう状況だと、まあレート戦間違いなしだろうというとこですよね。ロナウジーニョからガスコインが、まあ、クロスとかは結構、まあ、運ゲーだけど、怖いところには、ね、まあ、マークとか関係ないんで、やられちゃうんですけど、まあでも、そもそもね、クロスの確率がそんなに高くないんで、まあ、無視はしちゃいけないけど、無視できるほどではないけど、そこまで気をつける必要はないかなって感じですね。
相手がもう攻撃意識1個上げればどん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 抜けていっちゃうって感じですね。さあそこからですね、釣り針ここ行ってぐちゃぐちゃですけど、締めるところは締めてるんで、釣り針あそこにいても全然いけちゃうと。ここもね、これですかと、ああダメですかと、ビエラからここね、ガスコイン回りですだいぶ低い位置でね昨日までね、2トップ 2OMF のもうゴール前で待っててくださいみたいな、プレイを選手してもらってたんですけど、今ね、あそこから四角プレスで突っ込む要因になってますねガスコインもね、文句言わずにね、久しぶりの現役復帰ですからね、やってくれてるよって、こんな感じで簡単にね、ファイブバックですよこれ、ファイブバックで後ろめっちゃいるのにここまで簡単にできちゃう、なんでかっていうと、もう守備でガチガチに固めてるからですっていう感じで、まあ、気をつけなきゃいけない、まずあの監督ね、あの監督を取ることと、マンマークでサイドの選手で中にする3バックで2トップ、サイドの CMF、 あとはサイドハーフの選手で、まあ、アンカーとか中の CMF とかこういくで縦パスグン当てさせてセンターラインで四角プレスでぐちゃぐちゃにする、そんな感じの作戦でございます。まあ、本当にね、守備の仕方としてはマンマークの設定さえ間違えなければあとは四角プレスを押してるだけっていう感じです。で体どんどんぶつけてくれるんで、ぶつけて相手が動けなくなってるなったら、カーソルチェンジをして近くの選手に当ててボールを取るとかね、サンドイッチしに行くみたいな、イメージでいいと思います。で攻撃は前に3枚いるんで当ててチュンチュンチュンで終わりです。簡単でしょう。皆さんもね、ぜひこの監督を使って、レッド戦行ってみてください。今日はね、この監督が明日のメンテでいなくなる可能性があるんで、出させてもらいました。で明日はじゃない、なのでミンチャマはちょっとお休みさせていただきましたけども、来週またお楽しみにということで、ぜひ皆さんね、これを使って勝率いっぱいね上げたりとかね、レート上げてウィーで楽しんでください。さようなら、バー。